生きられる社会を作るみのりチャンネルアルコミ主義です。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は成瀬幹雄監督シリーズですけれども、5本目になりますね。浮雲放浪記稲妻流れると来まして、今回は飯。成瀬監督の傑作の一本と言われてますけれども、これまたね、林芙美子原作ですね。飯。浮雲放浪記稲妻、全部林芙美子原作、そしてこの飯も林芙美子原作ですね。流れるはね、香田彩さん原作ですけれども、映画飯を語りたいと思います。成瀬監督と林芙美子の黄金コンビ、一言で言えば貧乏者貧乏なんですね。お金に困ってる人ばかりが出てきます。このね、作家の河本三郎さんが、成瀬幹雄映画の面影っていうね、本を出されてますけれども、このね、1ページ目、1行目にですね、ちょっと読んでみますと、貧乏臭い監督っていうことで、以前、淀川長治さんと日本映画について話をした時、成瀬幹雄はお好きですかと聞くと、即座にこう言われたのをよく覚えている。いやよ、あんな貧乏臭い監督。淀川長治さんがね、あの口調で、いやよ、あの貧乏臭い監督。無論笑いながらではあったが、成瀬幹雄の特色をよく言えていると思った。純乱たる溝口賢治や、ケレミのある黒澤明がお好きな淀川さんから見ると、成瀬の幹雄の世界はあまりに地味で貧乏臭いのだろうと。そして私はといえば、その貧乏臭さが好きなのだ。ということでね、川本三郎さん書かれておりますけれども、何を隠そう、私もですね、その貧乏臭さに、なんか癒されるというか、妙に元気をもらうという、そういう一人でございます。今回の飯もやっぱり貧乏っぽいんですね。で、ストーリーをさらっと紹介しますと、主人公はご夫婦ですね。夫は上原健さん、上原健さんといえば加山雄三のお父さんですね、と原節子さんね、絶世の美女と言われておりますけれども、原節子さんですね。上原健さん演じるのが岡本初之助っていうね、証券会社のサラリーマンですね。で、その妻の原節子さん演じる道夫さんっていうのは専業主婦です。でね、年齢の設定っていうのが、この初之助が33、4歳で、道夫さん28歳なんですけれども、すでにね、この2人ちょっと倦怠感が漂っていると。舞台は、最初大阪なんですね。大阪の郊外に、この夫婦で、大阪の郊外の長屋みたいなところで住んでるんですけれども、28歳にしてもうすでに、倦怠感が漂っているということです。で、原節子さんもね、狭い長屋でね、毎日ワンパターンの生活にうんざりしてるんですね。で、旦那と来たらもうなんかね、こうご飯食べてても新聞ばっかり読んでて、面白くない旦那ね、ちょっとね、うんざりしているという、そんな日々です。で、そこに旦那の姪っ子の20歳の里子っていうね、女性が東京から家出してやってきたわって、ね、家出してやってくんですけども、そのね、それがね、ちょっとね、姪っ子なのに、その自分の旦那の初之助の姪っ子なんですけど、この初之助の姪っ子なのに、初之助となんかね、こうイチャイチャしててね、ベタベタしててね、ちょっと気持ち悪いんですけれども、してるんですよね。ちょこっと出てくるのは、その姪っ子と言いつつも、初之助の兄の娘なんですが、里親と言いますかね、血はつながってないんですよね。それがまあ理由だったんですけれども、なんかイチャイチャしてると。で、それを見てさらに原節子さん道夫は、イライラして、でやがて、まあ、東京がお里ですから東京に帰ってしまうっていうことなんですね。で、それからまたなんだかんだあって大阪の旦那さんのところにまで戻ってくるという過程をうだうだって描いている、そういうストーリーです。でね、例によってストーリー自体はもうなんか刺激がなくて、面白くないっちゃ面白くないんですけれども、味わいがあるんですよね。不思議と退屈じゃないですね。ずっと引きつけられる。なんでかなっていうのを思ってたんですけどもね、このね、河本三郎さんの本にね、お、これかっていうね、ことが書かれてましたですね。カット数が多いんですって。小さな家の中が多様に使われる。そのため閉塞感がない。それに応じるように、成瀬映画はカット数が多い。
題材は地味だし物語の展開も淡々としている、俳優の演技も抑制されている、全体に静的な静かな中カット数の多さが映画の中で動きを呼んでいるということでね、自分はカット数を多くするんだという、ね、名言をしているみたいですね。メッシでもカメラが大きな動きをしない、ただ切り返しの積み重ねなのでそれと気づきにくいがカット数が多いと。でホームドラマという狭い日本家屋の中で進行するドラマでの成瀬なりの工夫なのだろうということらしいですね。長屋のね狭いところなので、そのカット数いろんなところからこうカット取ってね、でテンポを作って引きつけるっていうのはね、そういう手法みたいですよね。あ、なるほどというふうに思いました。それからね、まあこれ毎度同じこと言ってますけれども、映っている映り込んでいる風景とか看板とか家並みとか人々とか服装とか、そういうのを見てるだけでもね、僕はめっちゃ面白いですね。ちょっとねこれ、長屋のシーンとかおなじみ長屋の前の路地っていうのがね出てくるんですけども、このセットがね、これも毎回言ってるから、すごい素晴らしい、中古悟っていう美術監督なんですけども、この中古悟さんってご自身で成瀬みきお監督の本を出されてる方でね、この中古悟さん、という美術監督、この方がまあ路地のオープンセットなんですかね、オープンセットって言ったら、屋外にセット作ってるっていうね、このオープンセットの天才というかね、すごい作家なんですね。でこの人の作る路地っていうのが本当素晴らしい。助監督のね石田勝宗さんっていう方が本を書いていて、このメッシに出てくる路地裏のオープンセットを、日本のオープンセットの大傑作であるっていうことをね書いてますけれどもね、まあマニアックですけれどもね、なんかプラモデルとかねジオラマとかね、そういうものにハマるオタクの世界のような気がするんですけども、この、成瀬映画のセット背景、そういうのはねちょっとハマってしまうオタクっぽいところがありますね。大竹栄一さんも大好きなんですけれども、大竹栄一さんも成瀬みきお映画の大マニアで、成瀬映画に出てくるロケ地を自分でコツ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 歩いて、ここでロケをしたっていうようなことを探して歩いたっていうのはね、そんなふうな人ですけれども、そういうねマニアックにはまってしまうというところがあります。でもう一冊、片岡芳雄さんね、我々の世代でしたらいろんなねスローな武器にしてくれほか、まあおなじみであった片岡芳雄さん、僕大好きでしたけどね、映画の中の昭和30年代ということで、成瀬みきおが描いたあの時代と生活っていうね、成瀬映画のことだけで一冊本をね書かれてるんですね、片岡芳雄さんでね、この片岡芳雄さんのこの本の中でメシについて語られてる結構何十ページかあるんですけれども、これをこの中でね、シナリオをね紹介しているんですね。当時のキネマ旬報っていう雑誌にこのメシのシナリオが全編載っていたらしくて、でそのシナリオを片岡芳雄さん読んで、で今回の映画と比べてここが省略されていた、ここは付け足されていたっていうようなことをねこの本の中で書いてくれたんですけれども、成瀬みきお監督シナリオ脚本をいっぱい省略してるんですね。で何箇所か省略してる部分書いてますが、こう一般的なことを言うと、ちょっとね生々しいそこで何が起こってるかみたいな部分っていうのは基本的になんかカットカットでね、省略してるところが多いみたいですね。がまあ言うなれば観客が一番知りたい核心の部分に関してはパスッと省略してしまって、そこはこう観客の想像に任せるみたいなね、そんな風にこうある意味ストイックにギョーッと絞っていって、タイトな、そういう映画になってるんだろうなと思うんですよね。でこう省略することによってなんか逆に想像させられてこう浮かび上がってくる情緒とか味わいとか、まあ今でいう考察的なね、これってこの関係どうだったんだろうとかね、そういう楽しさなんかも出てくるんじゃないかなっていうような気がします。はい、で、まあ貧乏者って言っても
この時代の、まあ、社会全体がね、まだ、戦争から 5,6 年ぐらいしか経ってない時代なんで、本当に、貧乏な時代なんですよね。まだ、高度経済成長の前の時代ですから、高度経済成長に至る前の時代ぐらいですよね。本当に社会全体が貧乏な時代ね。なので、この初之助さんね、靴を盗まれたりとかね、そういうのがシーンが出てきます。それからいろんな野菜の引き売り、こう第八車でね、野菜を引き売りしてる人とか、お米に売りに来る農家の奥さんみたいなね、行商の人とか、そんな人も出てきます。職業安定所にはね、いっぱい人の列ができてね、なかなか職業にありつけないっていうのは、そういう時代ですね。で、まあ、靴を盗まれるっていうのもね、家の中にいて、で、長屋に入ってきて見たら靴が盗まれてるみたいな感じ で、それ欲しいから盗んでるというよりは、その靴を持って行って、いや、なんか闇市ですから、なんかこう売るんでしょうね。そんな風な、まず社会全体が貧しい時代です。で、やっぱりね、この映画の停留に流れているテーマっていうか、全体のトーンっていうのは、やっぱりお金の話、経済ね。他の成瀬、林芙美子コンビの映画も大体そうですけれども、やっぱお金の話なんですよね。で、この原節子さんの道夫さんのが最初からちょっとこう不満そうなんですけれどもね、これやっぱり突き詰めていくと、ちょっとお金が足りないということが大きいんだと思うんですよね。で、この頃の映画って面白いなと僕は思うんですけれども、ちょこっと人にお金を借りるとかいうことが、シーンとかがよく出てくるんですよね。個人同士でちょっとお金を貸してもらえないかしらみたいなね、そういうシーンが出てきます。で、この飯の中でも、道夫さんが東京に帰るのにね、ちょっと大阪にお金持ちの親戚の人がいて、おばさんがいて、そのおばさんに自分のこう大事な三味線を持って行って、これ預けてちょっと2万5千円借りるみたいな感じでね、お金を借りたりするシーンが出てきます。それがね、なんかちょっとお金を借りるっていうことが、そんなに悲惨な感じ、惨めな感じとか、そういうんじゃなくて、なんか日常の普通のことのようにね、描かれている。これはちょっとある意味僕らにとっては新鮮なというかね、そんな気がします。から、旦那の初之助もね、これせっかくすごいかっこいい靴を買ったんですけれども、盗まれてしまうね、玄関から持っていかれてしまうっていうね。で、持っていかれてしまったら、もうその後買えないんですよね。元々のボロボロの靴をまたずっと履いているっていうかね、そんな感じで。初之助は証券会社の社員ということですんで、現代で言うと、いや、給料はええんでしょっていう風な世界かと思うんですけれども、給料はですね、月給8000円、ね。片岡さんの方に書いてましたけど、当時、公務員さんの初任給が6000円。で、小学校の先生の初任給が8000円っていうことらしいんですよね。で、もう多分10年以上ぐらい、初之助、証券会社で働いてるんで、あ、もう中堅のサラリーマンで8000円。小学校の先生の初任給と同じぐらいっていうことなので、まあ、割と安いんですよね。で、まあ、貧乏長屋に住んでいると。ね。証券会社の社員さんとかね、すごい今だったらなんかこうちょっといいところに住んでそうですけど、貧乏長屋に住んでると。ね。だけど、その貧しいっていうのがあんまり暗くなくて、カラッとしているというか、なんか淡々としているというか、こうお金を借りに行ったりするのでも悲壮感がない、ごく普通のことみたいな感じするんですよね。だけど、なんか親戚が、いとこが泊まりに来たら、お米足りるかしらなんて言ってね、なんか心配してたりするんですけれども、こうやって現代だったらすごいなんか、悲壮なというか惨めな感じがするんですけれども、足りなかったら借りてきたらいいじゃないかみたいなそれぐらいの感じですよね。でね、初之助が、給料の前借りをしたりしてね、そういうシーンも出てきます。8000円か社長から借りるんですけどね。で、何に使うんかなと思ったら、姪の里子に小遣いやるんだと言ってるんですよね。給料前借りして、で、めいっ子にお小遣いをやるんだと。で、君もいろいろいるだろうとかね、なんかのんきなことを言ってるんですけれども、そういう感じです。まあ、なぜその貧しさが
あんまり暗く見えなくてカラッとしてるかっていうと、まあ僕思うのは、そのやっぱりこう絶対的と相対的っていうことがあると思うんですよね。あの相対的貧乏っていうのは辛いんだと思うんですよね。つまり周りはみんなお金持ってて、自分だけお金持ってなかったら、それすごい辛いことだと思うんですけども、みんながお金持ってなかったら、それは別に辛いこと、なかなか苦しいけれども、そんなに惨めだったり辛かったりすることではないのかなという気がするんですよね。みんなと比べてお金がないと辛いけれども、みんながなかったらそれほど辛くないと、そういうふうなことかもしれません。まあそのね、時代の風景、それから映り込んでいる人々のどこかね、こうカラッとしたような心象風景ですね、そういうところが、この映画の味わいだなっていうような気がします。でね、もちろんカラッとしてると言っても、こう戦争から終戦からすぐの時代ですので、戦争の痛手というのはあちこちに残っているんですね。そう、男がねやっぱり死んでいるっていうのを匂わせるようなことが、まあ、戦争で亡くなったんだろうなっていうのを匂わせるようなことが、ところどころにこの時代の映画やっぱりよく出てきますよね。で、すごい社会全体として大きな悲しみを抱えた、そういう社会なんですけれども、ただその、まあ、焼け野原からの開き直り、もう生きていくしかない、もう落ち込ん、まあ、5年、終戦から5年6年経ってもう落ち込んでいても仕方ない、開き直ってもう生きていくしかないっていうのね、そういうふうな、まあ、たくましさみたいなものですよね。そんなふうなもの、そういう人間力、魅力みたいなものがこの時代の映画からはにじみ出てきてるような気がするんですよね。でそういうところに僕らは元気をもらえるんじゃないかっていうふうな気がしています。古い映画って本当に古い時代を撮ってる現代の映画じゃなくて、古い時代に撮られた映画っていうのは本当に、その時代の空気、その時代そのものにタイムスリップ、タイムトリップできるっていうね、そういう魅力を持っている。もちろん音楽や文学や、文学なんかね、もうものすごい古い時代までありますけれども、そういう芸術はみんなそうですけれども、特に映画っていうのはね、やっぱり100年ぐらいの歴史でいうと一番ありありとその昔にタイムスリップできるっていう、もうテーマパークのアトラクションじゃないですけれども、それぐらいのね、なんか目の楽しみっていうのが古い映画、まあ今僕は昭和30年代の映画を見てますけれども、そういう映画にはあるんじゃないかなっていう気がしています。ぜひ、皆様も今ね、 Amazon プライムとかネットフリックスとかね、いろんな配信で見ることができますので、見てみていただければなと思います。はい、さらに古い映画シリーズね、今後も掘っていきたいと思います。皆様の映画選びのご参考になりましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンの方をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。